長島博樹は、元東海テレビアナウンサー。富山県伊水市出身。富山県立高岡高等学校、明治大学卒業後、2011年入社。同期入社は、竹広美、裏口志望。趣味は、自動車模型制作、写真、ツーリング。特技は、自動車のイラスト、男性ファルセット。好きなものは、自動車ラリー観戦、フランス車、ザード。 2019年6月末をもって、東海テレビを退社。退社後は、アナウンサー活動を休止し、実家のある富山で、兼業農家として生活するとしている。TB スター名館2013より、ハットヒア長島のツイートタケイトビングンスのツイート、東海テレビ元アナの事実無根情報が、拡散本人名乗るツイッター、法的手段をもって厳正に対処します。J キャストニュース。2019年7月5日閲覧。CBC 女子アナ不倫疑惑で、他局大社の男性アナが、もらい事故、ネットで事実無根情報拡散と訴え。スポーツ放置。2019年7月5日閲覧。幻の戦車を探せ。長島博樹の東桜ベース模型の秋です。長島博樹の東桜ベースをスプレーを制作。 ミニチュア、万行本92の制作、長島ひろきの東桜ベースはやぶさフィーバー、再び、長島ひろきの東桜ベース自身の出演番組の、他、当日のスーパーニュースに出演頑張れ、MRJ、長島ひろきの東桜ベースみんなのニュースワンに、作品提供、ザードスクーリーンハーモニー 2014?W エンジンちゃんかわいオフィシャルブロム、 2014年5月28日、司会である福沢明が他局で同時間帯に生放送されたスポーツ中継番組に出演したため、同じ富士テレビ系列局である長野放送のアナウンサー吉田慶吾と鹿児島放送の桜井譲氏も同時期に学生アナウンサーとして出演していた。東海テレビ再生への取り組みに関する情報号で公開されている冊子。 この1年の取り組み2014年度版では、同年3月11日に放送した、東北復興支援企画、岩手復興応援バスツアーを取材した時の感想を、自ら綴っている。ありがとうございます。